聞くの皆さん、再びこんにちはなのった。今日も楽しいお稽古なのった。バイキンピアノ教室はとっても楽しいことがいっぱい。こんなキャラクターに、こんなキャラクター、メロンパンナちゃんに、バイキンマン、ミニオンに、いろんなキャラクターがたくさんの楽しいピアノエレクトン教室です。昨日も楽しいお稽古でした。幼児期の導入は楽しい音遊びにリズム遊び、ドレミの音名で元気に歌うことが幼児期の導入への近道。長続きして楽しむためには楽しいなぞなぞ、しりとりジェスチャー、音当てクイズを楽しみながらやってみることが一番ですね。音符カードに言葉をつけてみたり、皆さんもおさらいです。音符カードに言葉をつけてみましょうね。カステラ、せんべい、あんぱん、へんてる、ドーナツ、バイエル、すめたな、いろんな言葉が入りますね。それではこのカードが3つで、パンダ、ウサギ、コアラ、ラクダ、ダンゴ、ゴリラ、ラムネ、ネズミ、いろんな言葉が入りますね。言葉をつけてみるって楽しいですね。パンダ、ダンゴ、ゴリラ、ラムネ、ネズミ、ミルク。このカードが2つで、栗、リス、墨、水。すごいですね。いろんなしりとりがカードでできましたね。楽しいなぞなぞやクイズ、音当てなどを取り入れた楽しむ能力、考える能力を育むことが一番ですね。今日も楽しいお稽古です。今日は先生ブンブンブンを弾いてみますね。実に楽しいですね。音符カードでしりとりをしたり、楽しいことがたくさんですね。それでは今日も楽しいお稽古を。つ、ず、ず。